スポーツ科学とは、スポーツを考察の対象とした学問の総称で、体育科学と呼ばれることもある。また、科学の指し示す内容によって、自然科学的領域のみに限定する場合や、自然科学的領域に加え、人文科学、社会科学的領域をも含める場合もある。校舎においては、スポーツ学、体育学と呼ばれることもある。 スポーツ科学は1960年代になって脚光を浴びた言葉である。スポーツ科学は競技力向上だけを目的とした科学ではなく、歴史的にスポーツ医学を基盤にして発展した科学である。現代では、スポーツ科学は、スポーツをキーワードにしたあらゆる研究を含み、政治学、経済学、心理学、医学、生理学、栄養学といった、 諸学門と関連している。研究を行う者がスポーツ競技者である必要はない。スポーツ科学は研究対象であるスポーツに対する研究手法によって細分化され、細分化された各専門諸学はスポーツ学と呼ばれる。スポーツ科学の専門文化としてスポーツ史、スポーツ社会学、スポーツ心理学などがある。スポーツ科学は健康増進のためのスポーツ振興、 スポーツ関連ビジネスのマネジメント、体育科の教員要請といった社会的ニーズ、競技スポーツや障害スポーツにおける障害管理やコンディション指導といったスポーツニーズ、スポーツに関わる諸科学を研究するアカデミックニーズに応えることが求められている。ありがとうございます。